はい、阿波の癒しの宿、ボツーランド新温泉さんね。ストリートビューで見たやつよりも、外見とかがリニューアルされているのか、綺麗な感じになってまして、はい。なかなか良かったです。で、それよりもね、まあ、途中、想定以上に楽しいところでしたよ。で、まあ、これから先はね、徳島、まあ、いろいろと、見学したいところとかね、ある、いろいろあるんですけど、もう、計画ねってそういうので、もう下手したらもう弾丸ツーみたいな感じで行って帰るだけっていうような感じのつもりだったのでね、まあ単純に帰るだけだとね面白くないので、まあ最終目的地を鳴門スカイラインにするんですけども、狭道好きとしてはね、徳島とかねその辺りの道を見ててね、一個だけすっごく気になってる道があるんですよ。県道1号線っていうのがあるんですけど、もうすぐ行くでくれちゃう。鳥居さんで来てる時にいつもちょっと通りたかったとこなんですよね。いやー、しかしなんだろう、本当にいい道だね。どこを通らすのかな。ゴミの匂いがゴミの匂いやって言ってたら、目的の県道1号線に出ちゃいましたよ、もう。はい、県道1号線。やった。ゴミの匂いトラップどけましたよ。はい。しかも、案内板にね、はい、県道らしい文言が見えておりましたな。なところなのかね、楽しみですよ。なんせね、地図で見たとき、なんじゃこりゃーって。糸が絡んでんのかな、そうだ。さあ、1号線、小型車優先、くねくね道だからだね。まあ、この辺のくねくね道とかっていうのは、序章です。道幅も広いし、序章です。あ、狭くなった。はい、序章です。でも、ちゃんとね、カーブミラーが設置してあるので、走りやすいです。ちょっと枯れ葉が多いからね、気にはなるんだけど、30度、やっぱりね、山登ってきてるから一気に気温は下がりますよ。思ってるよりも幅広い道が続くな。1号線はこちら。おお、いきなりいきなり様子が変わった。はい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 。ちょっとこの辺まで来るとね、なんだろう、枯れ葉が多すぎてね、私みたいなヘッポコライダーではちょっと予測がつかないのでなんなんですけどね。はい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 。でも本当ちゃんとちゃんとカーブミラーはつけてもらってあるよね。あ、いや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 、うおー、ちゃ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 ー。あれ？これ、この辺もうくねくね道？あれ？この辺もうくねくね道か？くねくねはくねくね道っぽいな。あれ？そうなのか？いや、まだだよね。あ、まだだった。まだだ、まだ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 。うおー。なんやらいいね。いや、いいね。まあ、苔むし道路ですな。皆さん、すいません。何を工事中の人らがいるのかなと思ったら、草刈りしてもらってるんだ。県道だから、まあ、整備しなきゃいけないからね、来るんだろうね。思っ
ってるよりもだからこういう感じの道なので、地図上で見るときほどのインパクトはもしかするとないのかもしれない。どうしよう整備されてるのですよ、この言うほどな感じではないな、まあ、でも山道の手を呈してますね。はい。お、ここから香川県です。あ、ここが、はい、香川県です。これから先ライトつけよう、警笛鳴らせっていう道らしいんだが、おー、すっげーね。瀬戸内海が見えるね。あ、で、このくっちさんの音いいね。どこ、まあ、私はね、ライディング技術っていうのはそんなにないのでね、バイクでこういうところに来るともうゆっくり走っちゃうので、ゆっくり走っちゃうほどに思ったよりも広いな。このくねくね度合いからしてもトゥインゴさんで来るとだいぶ楽しそう。でもバイクでもこれ、おお、すごいね。こっちの道でもこれ選んでよかったな。海沿いの道かなり綺麗な気がするよ。まあ、ああいうトラックが来てたようにね、思いのほかに普通に思いのほかに普通の道だった。ヘアピンが多いんだけど、ヘアピンにくねくねが多いんだけど、うん、こういう道に慣れてない方が来ると怖いかもしれないとか、こういう道に慣れてる人だと、それほどでもないな。このくねくねのヘアピン連続のところがちゃんとヘアピンのところで取ってっていうのと思ったら、ここだけ取ってないけどさ、道幅があったりとかなかったりとかすることはするね。いやー、しかしすごいね。香川県側の瀬戸内海の様子が素晴らしいです。この辺に来るとでも、なんだか急にカーブミラーがなくなってきたねって言ってたら車とすれ違っちゃったよ。びっくりだね。ちょうどカーブミラーないところです、車とすれ違うとは。やっぱりちょっと注意はした方がいいね。ここは20、30にあるのに、ここもまたエアピンが狭いところだね。はい。また木漏れ日コースになって、もう終わっちゃったかな。もう終わっちゃったね。はいはい、終わっちゃいました。はい、県道1号線地図上で見たね、糸がかかぶったかのような道の割にはちゃんとした道でしたね。こういうところ走り慣れてない人にとっては結構毛だらけなところですね。はい、大阪峠でございました。